い、皆さんどうも、ケイです。今回はですね、ドーンと来ましたよ。こちら。カルカッタコンクエスト DC の200の HG。はい。HG モデルを買いました。これをね、早速使っていきたいなと。うわぁ。はい、来ました。丸型大好き。いや、カルコン大好き。変態紳士の皆様お待たせしました。こちらです。でんってこれ見た目一緒なんですけどね、前と。ですね、僕、ノーマルも持ってて、こちら、ノーマルギアも持っております。はい。二大コンクエスト揃いました。いいねー、かっけー。やっぱかっけー。コンクエストやっぱ超かっけーわ、これ。まあ前のね、デザインの方が好きっていう方もいるかもしんないですけど、まあ僕はね、この新しいコンクエストのデザインも大好きで、この丸型っていうね、クラシックな形に、ちょっとね、こういう近未来チックなこうデザインの融合、これは今の気分じゃねえかなというふうに思っております。これはスバラピー。スバラピーじゃない、うつくピーですよね。うん。まあこれ村田さんの、村田語録の一つなんでね。いやー、これは素晴らしいわ。で、今回この200の HG、今なんで買ったのかっていう話なんですけど、シーバス用です。はい。まあ、バスにももちろん使うと思うんですけど、PE の2号を巻いて、シーバスで使用しようかなというふうに思っております。アンタレス DCMD 使ってたんですけれども、アンタレス DCMD と、まあまあ使い分けていきたいなと。で、なんでそんなことを思ってるかっていうと、川とかでね、まあ、淀川だの、まあ、その周辺の支流であったりとか、あと和歌山行ったりとか、まあ、いろいろね、釣りをした結果、巻きが重いルアーを使うと、どうしてもね、ギア比が早すぎて、こう流れに逆らって巻いてくるときに、ね、結構しんどくなっちゃうことがあったんですよね。で、それを、ちょっと糸巻き量、最大の糸巻き量を抑えることによって、少し楽に巻きたいな、ということがあるっていうのと、単純にシーバスで丸型使うって、なんか気持ちよくない？でも実はですね、カルカッタコンクエストノーマルギアは、もちろんね、金色のやつとか、この DC とかも含めて使ってたんですけど、ハイギアは初なんですよ。なので、まあ普段ノーマルを使ってるこの僕がですよ、このハイギアをどんな感じに感じるのか、いや、カルコンでちょっとこの巻きの重さはなんかなーっていう感じになっちゃうのか、あ、巻きが重くてもやっぱりこの巻きのこう気持ちよさ、カルコンだなと思いながらも非常にパワーがあるなみたいなことを感じるのか、そういうところをね、ちょっとお届けしていきたいなと。で、キャストフィーリングはね、これあんま変わんないというか、まあ一緒だと思うんで、もう一緒なんで、そのあたりは、今回の動画でもざっくりお伝えするんですけど、細かいキャストフィーリングに関しては、こっちのインプレ動画で上げてるんで、動画の説明枠に貼っときます。それを見ていただければなというふうに思います。で、早速ね、これに糸を巻いて、とりあえずね、PE で使う予定なんですけど、まあ、これに合わせて、とりあえずフロロで巻いて、いろんなルアー投げていきたいなと思います。さて、来ましたよ。めっちゃ綺麗。さあ、カルカッタコンクエストの DC200HG。この HG ね、初めてやるんですよ。どうなんだろう。ロッドはですね、17114です。ワールドシャウラー。で、ラインはとりあえず14巻いてます。どうしよう、ウィンドモードから行こうか。まあ、一緒やろ。あ、一緒っすね。で、巻き心地。うん。ありえないぐらい極上ですね。で、このね、HG って、そんなに糸巻き量多くないんですよ。最大糸巻き量ね。最大巻き取り量か。74かなぐらいなので、ぶっちゃけ、もう、ハイギアで巻き物をやりたい人って、この70センチ台っていうのをよく使うと思うんですよね。多分、うずくまるように喜んでるんじゃないかな。実際これ使ってみると、ハイギアとは覚えないぐらいパワフル。で、巻き心地はね、ないですね、もう。聞こえるかな？こういう感じのノイズなんですけど、回ってないぐらいの巻き心地。ブレーキ4。軽
カルコン飛ばへんつったやつ誰やねんっていうぐらい飛んでるけどね。4分の3のスピナーウェイトが軽々負けちゃう感じ。いいね、すごくいいね。行ってみましょうか。3。なるほどな、カルコンの排気ってこんな感じなんや。すごい巻き取りの力あるね、やっぱり。で、前のカルコンの動画見ていただければ分かるんですけど、 DC のね、このね、4つブレーキがあるうちの W モードに関してはもうバックラッシュ全くしないっす。 SV と一緒、遠投に関してはピッチングはねバックラッシュするんですよ。あ、でも言っても知れてんな。で、ちょっともうちょい投げ、このぐらいにすればほら、なので、あので、これでもね、普通に使えるぐらいの飛距離は確保できるんですよ。十分飛ぶと言ってもいいぐらいに飛びます。あー、やっぱ手元が重いって安定するよね、本当に。今ね、ちょっとカメラで聞こえてるかわかんないですけど、ものすごいスピナーで回ったんですよ。全くライン吹けず、綺麗に修正してくれるというか、ほら、スピナーの回り具合、全くバックラッシュない。あ、巻き心地極上やね。2行ってみようか。2行けるかな。ちょっと吹けるな。けど DC が修正してくれて収まると。まあでも3が安定かな。これ今フロロモードなんですけど、あのバイブレーションとかめちゃくちゃ飛ぶるわ。あ、ちょっと変えてみようか。はい、これね、サイレントアサシンなんですけど、これ今ねめちゃくちゃ飛ぶんですよ。あのバス用のミノーと比べ物にならないぐらい飛ぶんですけど、あのとりあえず2番でやってみます。これね、で2番でめちゃくちゃ飛ぶんですけど、1番だとね多分きついんですよ。ほら、ちょっと不安定でしょ。でこういう時なんですけど、このフロロからナイロンモード、これに変えてやると安定した状態で飛距離が伸びる。だからルアーによって、まあまあ基本ね、もうフロロならフロロ、ナイロンならナイロンモードでいいんですけど、ちょっともうちょい緩いのが欲しいなと思った場合、もう一個下げちゃうとバックラッシュというか、あの不安定になる。収まるけど一応風とか吹いてきたら嫌だなという時は、同じ2番でも中のモードを変えてやれば、ほら、安定した状態で、まあ、ちょっと吹けるけど飛距離が出る。もう明らかに飛んでる。そういう感じでブレーキ調整していただけるといいです。あとね、フロロでもあのラインが減った時、もしくはあえてラインを減らして使う時、こういう時はあのフロロでもナイロンモードにしてやるとブレーキがちょっと弱くなるんで、めちゃくちゃ使いやすくなるかなと。これ多分これでシーバスやったらめちゃくちゃ気持ちいいよ、本当に。はい、こちらソルシャットの大きい方。まあただ正直 DC の200よりも100の方が合ってるけど、まあ DC200 で使いたい理由っていうのは、まあ、小場所もやるし大場所もやろうと思うんで、まあ遠投とかも考えて200を使いたいんですよね。でかいルアーも使うし、シーバスで1台にまとめるとしたら100じゃなくて僕は200を使いたいなと思うんですよ。でそんな中でこういうのも投げないといけないシーンがあるんですよね。それでいけるのかと。ブレーキ3にします。ナイロンモード、あ、3はやりすぎた、4だな。これをフロロにすれば多分全く問題ないと思う。これ4。気持ちいい。ハイギアのこのカルコンの
パワフルな薪とこのぐらいの抵抗感マジちょうどいいわ。これ多分ローギアでやるより気持ちいいと思う。ローギアだとトルク感がありすぎてこのソウルシャットぐらいだったらほんとスルスル負けすぎちゃうんですよね。あーちょうどいいわこれ、気持ちいい。ただロッドが合ってない、激しく。まあロッドに関しては1832でやろうと思ってるんで多分全然許容範囲に入るかなって感じ。まあ基本僕ノーマルが好きなんですけど、ハイギアもいいなこれで。シーバスやっぱ流れがあるんで、メイン川なんでね僕。そうなるとねやっぱり流されてる時はハイギアの方がコントロールしやすいんですよね。でもちろんバスでもこれ最高だね。振動の弱いルアーをローギアで巻くとパワフルすぎる。本当に特にカルトンなんかは本当パワフルなんで、まあ、使い分けるならっていう感じですね。だから K さんがダメというか、まあパワフルすぎるって言ってたけど、僕全然カルコンのローギアでシャット巻いてますけど、みたいな方もいるかもしれない。いや、そらそうですよ。めちゃくちゃ気持ちいいのは間違いないんですけど、使い分けるならっていう贅沢な話であって、どっちかでやるならっていうだけで。だから僕リールとか特にカルコンマジ大好きなんで、まあ、その辺は、使い分けかなと。これしかも DC はね PE 使いやすいんですよ。もう PE モードもちゃんと備わってるんで。はい、やってみましょうか。クラッシュ9、一番巻き抵抗のあるモードですね。これを、まあ、本来あんま14ポンドとかでは投げない方がいいんですけど、まあ、ここ普通にウェーダーでいけるし浅いし、ちょっとやってみます。だいたいクラッシュ9やるなら16以上ですね。あー、やっぱちょっと重いな。巻き心地自体はいいんですけど、やっぱちょっと重いですね。ちょっと浅すぎる。危ない。岸に当たる。だからキャスト感とかに関しては、詳しくレビューしている動画が説明役にあるんで、まあ、そっち見てもらえればね、わかりやすいと思います。で、このハイギアっていうことに関しては、めちゃくちゃいい。クラッシュ9とかは、こうピュッピュッピュッってこう飛ばすやり方、リーディングジャークみたいなこともやると思うんですけど、それもねローギアだとね綺麗にピュピュって動かないんですよ。まあ、このね飛ばし具合に関しては、まあ、好きなギア比あると思うんで、あとハンドルの長さ、そのあたりはちょっともう個人個人でやっていただくとして、ノーマルの状態だと綺麗に飛ぶね。完全に好みっすよね。もうついにカルコン DC が完璧になったかっていう感じ。うん。DC 使ってない方はね、一回使ってみていただきたいんですけどね、本当に最近の DC もマジで完璧になってきてて、トラブルレスなモードもできるし、ぶっ飛ばしモードもできるし、これ IDC5 って言ってね、アンタレス DC のブレーキと、まあ名前が違うんで、ちょっとどうなんだろうって、去年ね、出た時に、ね、なったんですけど、全く問題ないです、本当に。めっちゃ飛ぶし、で、ブレーキセッティング楽なんで、だってもう、このモードしかないんですもん、基本。ま、たまにライン変えたりとか、まあ、ラインが減ってきたりとか、空気抵抗があるルアーで、さっきみたいなシチュエーションで、まあ、ちょっとナイロンモードに落としたりとかすることもあるけど、基本固定でいいんで、ここですよ、ここだけでできるんで。SVS ってなんだかんだ、なんかね、インフィニティになって調整しやすくなったとは言うんですけど、なんだかんだ中開けないといけないんで、まあ、そこがね、全然違う、本当に。マジで楽っす。で、去年からね、でっかいバス、まあ、ノーマルギアの方でもですけど、まあ、かけまくったりとかしてるけど、全然へたらないんで、当然ながらカルコンなんでね、長く使えるし、巻き心地もいいし、で、DC ブレーキに設定楽だし、で、まぁ、ちょっと値段は高いですけど、非常にお買い得というか、長く信頼して使えるモデルかなと僕は思ってます。で、まぁ、一個欠点言っときますわ。まぁ、丸型であるとか、重いとか、そんなことはもう最初から分かってるんですけど、
あの1年間使ってきてね、ノーマルの方、あのカルコンで1年間使ってきて感じるのが、あのマイクロモジュールギアが入ってるんで、当然巻き心地はすこぶるいいんですけど、あのグリス切れがね起こってくると、すっごい巻き心地がいい中にもちょっとギア感が出てくるんで、最初はねもうギアないぐらい滑らかなんですけど、最初が良すぎるだけに、そのギア感が出てくると、まあ違和感を感じる人もいるかもしれない。 HG も揃ったんでね、まあノーマルが好きな方、ノーマルというかあのローギアが好きな方はローギアで、まあ、ハイギアで巻きたい方はハイギア、しっかりと選択できると。で、まあ、今回100も出たんでね、まあ、100はまだレビュー別に出しますけど、ぜひ使っていただきたいなと。で、僕はこれ今年 C バスに使おうと思ってます。